いやよくぞ伝達に出てくださいました。いやありがとうございます。呼んでいただきありがとうございます。普段どんなお芝居をやることが多いんですか？普段どんなお芝居、うん、割と強めな女の子を演じることの方が多いかなとは思いますけどね。なんか可愛らしいというよりかはどうなんですかとは思ってないんですけどね。自分の中ではなんかできる女みたいな印象なんですけど、コメディ、コメディ好きですよ。なんか、まあ、こういった形ではない形でコメディの舞台も何度かやらせてもらったりとか。でも結構やっぱテンポが難しいなとは毎回思いますけど、やっててやっぱ楽しいですけどね。今回楽しい、楽しい稽古場すごい雰囲気が良くって、初めてあの伝達さんとやらせていただくんですけど、私最初は、まあ、道井さんしかね知らなかったんで、どんな人がいるか仲良くなれるかなと思ってたんですけども、かなりアットホームな感じで毎日笑顔が絶えない傾向でございます今回初めてだなと思うのは、そのアップをみんなでいつもやるんですけど、稽古始まる前にその時になんかスポンジのボールを使ってね、みんなでこう1、2ってこうつなげていくやつやるんですけど、それは今まであんまやったことがないかなと思います。あと初めてだなと思うのは、あの谷中さんって方がいらっしゃるんですけど、すごいいつも笑っているなと思って、ああいう感じも初めてだな平和だなと思ってね。あの男性4人でやる下りがあるんですけど、あそこはなんか何が起こるか分からなくて見てて毎回楽しいなっていうのはありますね。好みのタイプの男性ですか？なんでしょうね。でもどうだろう、ギャップのある人は好きですよ。無難なとこ行きましたね。ね、じゃあ次の人は谷中さんバイバーイ、見に来てくださいね。